下駄屋は告げず、骨継ぎ、柔道整復師になったので、足、下駄についての研究かを発表したいと思います。下駄屋ですが、まあ、古びら言葉で言ったら、下駄屋と名まるかもしれません。骨継ぎ柔道整復師となってるんですけれども、別して東松整骨院を開業しております。で、この研究に関しての基礎的な教育というのは、サウスオーストラリア大学、アデレードにある、そこでバイオメカニクスワークショップ1というのを1997年、まあこれは即病医学、ポダイアトリン、オーストラリアなまりのポダイアトリン、英語ではポディアトリン、まあ、これを勉強し、そして、北昌大学大学院、障害スポーツ学研究科、の中で、その講義の一つで、スポーツバイオメカニクス特論というものを履修しております。2012年に修士、スポーツ科学を取得し、まあ、それらの知識をもとに、ちょっとした知見を発表したいと思います。まず、下駄、足田、一本歯足田ですが、左側が猿田飛行が履く、大きいものです。右側が一般的な25センチサイズでしょうか。まあ当然、歯が低い。歯の高さも低い。まあそんなのがまあ標準的な、まあ、インターネットでも販売されている一本歯アシダになります。左側のサルタヒコの方は特殊というか特別にあつらえた極太の鼻を。そして、大きさも大きいので、歯も太いということになります。こちらが基本的な下駄の構造ですが、この左側の、これは桐の木の原木です。これをうまく切ってこのような形にし、そして頬の木、頬葉を入れるわけですが、これはちょっと短いので、まあ、サンプルなんですけれども、まあ、このような組み合わせで右側の写真のように作っていくということになります。まあ、こちらは一般的な下駄です。この形状からのめりと言われている左側の、切り下駄、右側が一般的にな、まあ、切り下駄ですが、これは一体構造です。接着や取り付けをしておりません。すべて切りでできています。さあ、これは画面左側、2016年7月、猿田彦の研修でのシーンでございます。左側、琴平神社の方は左右両方の足を揃えて前側に倒しているわけです。画面右側、こちらは恵比寿神社の方でございますが、右足だけ倒す、左足は普通につく、まあ、同じ古倉町の琴平神社と恵比寿神社の猿田彦でもちょっとしたこういう所作には差がありますね。違いが見受けられました。さあ、ではこの歯の高さによって今のような動作をするときに
所作をするときにどのような違いがあるか。足田の刃の高さ、長さに比例して足田の傾きが大きくなり、鼻緒に対する荷重が大きくなる。当然角度が高ければ高くなるほど鼻緒だけで、足の荷重を支えるということになります。足の親指と人差し指の間で体重を支える。鼻緒が引っ張られるということは鼻緒が伸びやすいという傾向があります。片方だけの足で支える場合と両足をこのように倒して支える場合では全く荷重の度合いが違ってきます。ですので琴平神社の猿田彦の方が鼻緒にかかる負荷が大きい。言い換えれば親指とその他4本、親指と人差し指の間にかかる荷重が大きいということがあります。ですので歯が高ければ高いほどその荷重は大きくなるということになります。こうですね、このように、青矢印の通り、こういう力が歯が低いと小さいけれども右のように歯が高いと大きくなるということになります。さあ、これは2018年に破損した三国神社の猿田彦が履いていた一本歯足田です。三国神社の場合は白い鼻緒をつけているんですけれども、これは鼻緒を取った状態、こちらの先ほど言った桐の木で作っているのは、軽量かつ抗菌作用がある足が接地する面ですので、そういったこともあって桐を使う。そしてこの歯の部分、歯というですから当然人の歯と同じような、硬いものがここに設置うまく挟まっている。でこれは包材、ホウノキを使っていて軟性があり耐久性は少ないけれども均一で狂いがない。当然、下駄の素材というのは原木から切り倒して皮を剥いたりして、先ほどの写真にあった通り、ある程度の大きさに切って1年間乾燥させます。そして乾燥させて歪みが出ないような状態になってからさらに加工するんですけれども、この方についても1年間ほど乾燥させてから使うということになります。このように、丸1、このような前方に向かって地面に足をつくという動作をするとその反作用、床反力がこの歯のつま先の方、地面側の方には丸2のような後方に向かって力が働きます。後方に強く向くので丸3のように、歯の付け根のところには前方に向かって、力が加わる。その結果、この前側のところが割れてしまったということが考えられます。これも先ほどと同じ画像になります。これを、ある程度数字は入れませんけれどもバイオメカニクス的に、解説すると、足を地面につくという時のパワーは、荷重プラス重力と速さによって計算されてきます。真ん中の図のように垂直に荷重がされた場合の地面からの床反力は垂直に行くので、この図でいきますと、この足をつく方の木の芽は水平方向ですので、割れづらいということになります。図の左側、このように、垂直前方に足を出した場合ですね、斜めに足はついているけれども床反力がそれの反対に来ると、そして足をつけている木に対して垂直方向に力が加わった場合はあのような割れ方はしないと思います。このようにある程度水平でも前方に向かって、前方斜めに向かって足をついた場合の床反力はこの地面側は後ろ方向に行き、そして足についている場合ところの歯は前方方向に行くので、この前側の、
板が割れてしまうという、その木の目に沿って割れやすいという、こういう力が働いてあのような割れ方をしたんではないかと考えることができます。一本葉アシダの花尾ですが、既製品がないので麻の紐、昔は紐にしていない麻を使っていたそうです。そして布団用の綿でくるみ、さらに不織布でくるんで、そして最後に綿の布、筒状の綿の糸、布を通すんです。そしてより太い方が足と足だが密着しますが、筒状の綿の綿の布に、通すのに結構力がいるということですので、だんだん作れなくなってきたということになります。高齢者ですね。でこちらは北海道大学応援団の依頼で製造した日本馬の足田です。私の知る限り約45年前は三国神社の猿田彦もこのような、日本馬の足田を履いていました。日本馬と日本馬両方 使い分けていたようです。でこの今の写真は、既製品で一番太い花をつけておりますが、ちらっと見えるところですね、この紐ですね、やはり既製品は非常に細いものを使っているという特徴になります。足袋です。当然花尾がついている履物は足袋であったり、この足袋状の先が割れた、靴下を履いたりするんですが、まあちょっと余談ですが、ちょっぱりといって、国立国語院、韓国ですね、の国立国語院の標準国語大辞典には、日本人が足の親指と残りの指を分ける下駄を履くことから来た言葉とあると言われています。まあ、ある意味韓国人が日本人を揶揄する、まあ、悪口的に言うのがちょっぱりと呼んでいたそうです。まあこのなぜ韓国を引き合いに出すかというのはいずれ動画で紹介したいと思います。まあこのように、ホールドしているのは人差し指とその他の指の間で足だと足をホールドしているわけです。こちらの方はまあ上方向には、あの鼻緒方向ではまあある程度のホールドになりますが、この鼻緒の中心部が一番の中心といいますか、力が必要になるところになります。で横から見た図写真ですが、これは、先ほど申した通り測量医学、ポダイアトリーやバイオメカニクス、運動力学的な観点で見ますと、足田の歯というのは足田の中央につけています。これはもう伝統的に昔からです。ただ、一部後ろの方に、移動したというものは一般用には作りましたが、この、伝統的な猿田彦の足田については中央部に歯を置いています。ということはこの足そのものを乗っけた場合に、乗っかった場合に、まっすぐ足の重心を支えているのは頸骨です。内科にこの内科に向かってのラインが、足の荷重を支えていることになります。ということは歯の中心よりも後方に人の体の重心が来るということになりますので、このように、前後方向に足を開いて、そして真ん中に重心を置くというのが静止した状態になります。またいずれ別な動画にも出しますが、猿田彦が静止するとき、止まっているとき、立ち止まっているとき、この前後方向に足を広げ、さらに矛でもって3点で、支持基底面を大きくして、静止した状態を保つという動作をとっています。これはいろんな動画を見ていただけると分かりますけれども、まあ、いずれこのようなことも別の動画で説明したいと思います。
できましたら、いいねを押していただいて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。